連日の豪雨と三峡ダムの放水により、長江中下流域は深刻な水害に見舞われています。現在、厚生省の状況が最も深刻です。省内にある長江水系の淡水湖、波陽湖では、12日午前、史上最高水位を突破しました。省政府は洪水防止対策の臨戦体制に入ったと宣言しました。中国メディアによると、 7月8日以降、湖北省管理市以下の長江中下流域の河川の水位はすべて氾濫危険水位を超えました。特に江西省の波陽湖地域が現在最も危険な状況にあります。中国最大の淡水湖である波陽湖の水位は7月12日午前0時1998年に起きた大洪水の時の水位22.52メートルを超え、 観測史上過去最高水位となりました。また6日から8日にかけて長江の増水により、早陽湖の湖水が長江に流れ込めず、いわゆるバックウォーター現象が起きたと伝えられています。長江水利委員会は11日、早陽湖地域の洪水特別警報を再び発令しました。厚生省波陽県にある15カ所の堤防が決壊し、 全県が深刻な寒水被害に見舞われました。地元市、厚生日報は、厚生省政府は11日に、洪水警戒レベルを4段階中の最も高いレベル1に引き上げました。省トップである隆起党委員会書記は同日、省の洪水防止対策の体制について、臨戦体制に入ったと話しました。 政府は三峡ダムの圧力を軽減するため、6月下旬から放流を命じました。放流された洪水は、すでに洪水災害に見舞われている周辺の市町村に、さらに深刻な影響を与えています。人々からは、三峡ダムは下流域が干ばつの時は貯水するが、洪水の時は放流する、と皮肉られ、こんなに放流するとは、下流域の人々の命を軽視している、と、 当局の対応を疑問視する声も上がっています。